は。美咲ちゃん、こんにちは。ああ、どうも。富山さん、相変わらずな感じで元気そうで何よりだね。あそこの角で美咲ちゃんに似てる人がいるなって思って急いで追いかけてきたんだ。なぜそこまでして。あ、ありがとう。この前のさ、お花見、私すっごく楽しかった。来てくれてありがとう。こちらこそ。私もまあ悪くはなかったかな。だよね。料理も美味しかったし、おしゃべりも楽しかったし、最高だったよね。ああ、悪くはなかったって言ったのに勝手に最高に変換されてる。私やっぱりもう一度お花見したいな。ねえ、またみんなでお花見に行こうよ。うん、そうだね。まあ予定が合えば来年も。来年？ちょっと遠いよ。そんなに待てないよ。待てないって言われても、今年の桜はもう散ってますし。別に桜じゃなくてもよくない？桜が散っちゃったら次はバラとか咲くし、その次はアジサイが咲くじゃん。その後はひまわりとか。そう考えると一年中お花見できるよ。ねえねえ、この発見すごくない？そうだよ、お花見イコール桜なんて決まってないんだもん。見たい花をみんなで見ればそれはもうお花見だよ。は、はあ、心と同様のものを感じるな。私の本能が警告を告げてる。あまりこの人と深く関わっちゃダメだ。そうだね。じゃあ私はこの辺で。そういえばこの前のお花見の時から思ってたんだけど、美咲ちゃんって誰かに似てるんだよね。誰だっけ。私も今ちょうど同じようなことを考えてた。え？それってつまり私が誰かに似てるってこと？ええー、まあ。誰？誰？すごく気になる。それはまたの機会ということで。じゃあ私はこの後ちょっと行くところがあるんで。あ、そうだったんだ。ごめんね、引き止めちゃったりして。いや、別に大丈夫ですけど。ねえねえ、どこに行くの？ぐいぐい来るなこの人。普通行き先とか聞かないでしょ。わかった、ひょっとしてバイト？ああ、うん、はい、そんな感じ。それじゃあまた。美咲ちゃんバイトしてるんだ。高校生って感じ。何のバイトしてるの？まだ来るか。帰りたい空気をこれほど露骨に出してる人間にまだ来るか。まあ商店街で物配ったり。わかった、コンビニ。あ、喫茶店とか。そっか、ファミレスだ。いえちょっと違うかな。ダメだ、聞いてない。何か突然クイズ形式になってるんだけど。